皆さんは推してるクッキーがいますか？今回は気がついたら推しになってたイガグリ味で環境クッキー顔負けの6億2000万点出していこうと思います。イガグリ味の何がいいって可愛い部分ですよね。しかし可愛いのはどのクッキーも同じなので割愛。最初目に止まったきっかけはその不人気さでした。人気か不人気かは悪口でも褒め言葉でもないと思ってるのは直球で言いますが、グッチャレですぐ溶けた順位に入れるくらいには注目がされてないです。それが使い始めたきっかけでした。しかし使い始めると後はもう好きになる一方でした。性能だけ見ても新聞配達しながら新聞投げ込むのはやってて楽しいしダッシュなので強い。走る前の画面での一言が可愛い。配達中に家を見て暖かそうだなと言っているのは二重の意味があるのでしょうか。ちびっこクッキーに属するイガグリですが、遊んでばかりの他のちびっこと違い新聞配達をしています。お金についてあまり語られないクッキーワールドですが、イガグリ味は貧困家庭なのではないでしょうか。それかワーカーホリック、何に手を働いてるのは偉いです。クッキーワールドは大学生みたいな生活してるクッキーが多いですからね。イガグリは境遇的にチェス局と仲良くなれそうです。ストーリーではプリンとの関係しか語られてないみたいですが、実はそれはまだ見てないです。イガグリ中毒になって使いまくってスコア出せて嬉しくてすぐ編集し始めたので、この子のことを知っていくのはこれからです。頭の中の推し部屋にはパンケーキとトリュフがいますが、その二人とも割とすぐ馴染めそうです。イガグリ推しの人いたらコメントください。推しポイント教えてください。ではここからは真面目に編成について解説していきます。まずこの編成は自分で考えましたが、どこかで見た感じデジャブがあります。アニマルズとイガグリがなんか似てる気がするので、アニマルズ編成がデジャブの元なのかもしれません。とりあえずオリジナルという自信ないけどオリジナルです。イガグリは能力もダッシュ時間長くて距離稼げるので最後の大ポーションまで取れます。しかしイガグリは最後の大ポーションを取らない方が気力はあるので、とある小技を浪しています。気づいた人がもしいたら、その人は特技は人間観察と言ってもいいと思います。その小技というのが最初の2回くらいの能力発動で、能力発動後少しの間自転車をこがないことです。そうすることで加速するのが遅くなり走る距離も短くなります。イガグリは普通に走ると最後のポーション取ってしまうので、その小技を使いポーション前で倒れるようにします。そしてバトン後のドラフルで3回能力発動してフィニッシュ。6億2000万出せます。編成も小技もイガグリを使いまくってひらめきました。はっきり言うとまだ50回も使ってないけど、それでもいい編成だと思うので褒められたいです。宝物は加点3つですが、どの宝物がいいのかよくわからないのでまだスコアは伸ばせそうです。加点宝物もまた奥が深いんですよね。単純に走る時間で宝物のクールタイムあればいい気もするけど、それでいいなら次から計算するようにします。イガグリ以外にもいろんなクッキー試してますが、みんな6億出せないんですよね。個人的に速度もりもりホワイトチョコとエナドリオレンジが惜しかった。楽しいし需要あるならツイッターにでも先生貼っときます。にしてもこのペットの子強いよね。あまり使う機会なくて説明文だけ見て弱そうだと思ってたけど、一定時間ごとに体力減少速度低下って書いてるけど、低下どころかストップしてる。イエティにも感じる。レジェンドペットはマイナークッキーの頼れる味方だね。イエティとマグフェミとこの子試すところから始まるよ。そこからエンジンやら地図やら突き詰めると、どの加点宝物がいいかって話になるだろうし、自分なりにこの編成は一つの到達点だと思ってたけど、まだまだ先は長い。謎のオブレモチベが湧き上がってる。ディスコブル作ってクッキーの編成を教え合えるコミュニティ作りたい。でも視聴者さんの中でガチでやってる人って少数な気がするし、カソリそう。とりあえず保留で。でもそういうグループ作ると最終的にはカソるよね。1年経っても湧き合い愛としてるグループってどうなってるんだろう。地区の各室みたいに新規が常に入ってきて子さんが消えてるのかな。ロム線の人とかいないイメージある。人はなぜロム線になるのだろうか。ブル入ってくれるだけ嬉しいけども、人間不信的に言えば監視目的で入ってるのかなっていう疑惑がある。話してるの見たことある人なら安心だけどね。話す機会伺ってる人もいるだろうし、自分みたいに適当に話してバッチするよりマシだよね。それがコミュ力なのかもしれない。コミュ力ない人は話せないんじゃない。話すとバッチするんだ。コミュ力ない人でも安心する雰囲気作りが大事だね。でもバトン語ドラフルってなんかいいよね。翌年のバトン語でよく使われてたけど、過去形になってしまった。加点系バトン語の代表って感じ。バトン語は汎用性ある復活とかラスパが人気だけど、加点系クッキーがハマる方がスコア出るんだよね。今はそういう環境だね。それでドラフルは大ポーションとペットに回復があれば3回発動できて強い。ペット回復のタイミングにもよるのかな。それでもう少し回復量多ければパインの方が強いのかな。それでそれより回復できたら白蓮の方が強い感じかな。ただ白蓮とパインをバトン語で使うのは延命が必要な印象すごくてやだ。ドラフルは簡単でいいね。竜の中で最弱説が流れるドラフルですが、使う側からすると嬉しいね。部活の先輩で弱い先輩の方が親しみやすいのと同じ。部活ってオタクの先輩も活発だよね。人数少なかったからかもしれない。そういうのは学校によるので、それっぽく語るのは良くないね。大人になって数年経つと部活やりたくなるよね。あの頃の熱をまた感じたい。というわけでラスト発動して終了。この編成は前どこかで見た気もするけど、自分で考えた気もする。前からあったなら誰か教えて。それではご視聴ありがとうございました。みんなも真似してみてね。バイバイ。もしもし。